学おめでとうございます。大変ながらこの続きしました、ただいまよりミントンバトルダンスアカデミー開講セレモニーを始めさせていただきます。才能あるダンサーたちに世界最高レベルのスタッフが最先端のメソッドによるレッスンを提供するミントンバトルダンスアカデミー。失礼いたしました。ヘンツンバトルです。ヘンツンバトルです。Yes. Yes. ヘンツンバトルダンスアカデミー、yes. ヒントンバトル校長にご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。Hello! Hello! I have, for some unknown reason, abilityto look at a dancer or a performer or a singer or an actor and know exactly what they need, and the ability to make them learn how to do it and become better performers. So to create, to be in a position to create opportunities for dancers and also make them see beyond what they see now, giving them a broader vision and having them trained in all of these disciplines,makes them able to perform anywhere, not just in Japan, but internationally, all over the world. We want to create the new choreographers, the new dancers, the new directors. That's what HBDA is about. Knocking down walls, creating more opportunity, and our next stars. Hinton Battle Dance Academy, 第1期生開講セレモニー。それを祝福するためダンスを披露するのは松平和樹、斉藤葉月。この2人、ヒントンバトルが主催したテレビのオーディション番組ロードトゥーブロードウェイの最終合格者。これからこの2人はヒントンバトルダンスアカデミーをサポートしていきます。そしてこれがヒントンバトルダンスアカデミー開講式、ヒントンバトルからのサプライズ。ヒントンバトルダンスアカデミー第1期生ダンサー28名、彼らの技術そして表現力を披露。開講式2時間前、リハーサル。すでにヒントンバトルダンスアカデミーヒントンバトルの初めての授業が始まっていました。もう一回お願いします。No music. Just counts. カウントで一回やりましょう。Oh, and then I want to hear what? ヒントンバトルの初授業のテーマは、Louder. グルーヴ感。開講式45分前、ヒントンバトルダンスアカデミー第1期生28名、グルーヴに乗れるのか。そしてダンサー一人一人が自己表現できるのか。
ヒントンバトルの要求は開口式からハイレベル。さあ、ヒントンバトルの評価は。最高！ヒントンバトルダンスアカデミー開校のお祝いとしてヒントンさんにお花を渡したいという方が来ています。まだちょっとそれは私聞いておりませんので、こちらの方です。どうぞお越しください。ヒントンバトルダンスアカデミーの参加したかったんですよね、本当に。Yeah, of course. もちろんです。I have a dream. 私は夢がありまして。I have a dream. I want to dance on the stage in New York City Broadway. ブロードウェイのダンスを、ね、ステージで踊りたいと。So I was so excited. So my manager tell me, Hey, Yurian. Hinton Battle Dance Academy audition. Do you want a challenge? Hinton はマネージャーさんからなんとこのアカデミーのオーディションのお話が聞いたみたいなんですが、その時すごく興奮してもちろんやりたいと。But I can't. でもできませんでした。Can't? Why not? Because the audition day I have 営業。オーディションに営業が待ってます。今までならここで終わり、でも今回は違います。1時間後本格的な授業が始まりました。モダン初級クラス、続いてモダン中級クラス、ダンスのレベルは見ての通りよりハイレベルに。クラス分けで初級中級に分かれるじゃないですか。それがなんか悔しくもあり、なんかこれから追いついて上のクラスに上がりたいっていうなんか原動力みたいになりました。休憩時間はたったの10分。モダンの次はヒップホップ。ブロードウェイを知った日です。初めてなんかブロードウェイヒップホップで鼻血を出しているのは5、6、7、8。ファイナルオーディションでグルーヴに乗れなかったバレエダンサー、リョウガ。 Do you like hip hop? More so, are you willing to learn? それよりもそれを学ぶ気がありますか？今日はなんかちょっと結構複雑でしたね。なんか嬉しいな、入学できて嬉しいのと、3年間続けられるか分かんない不安と、途中で退学させられるかもしれない恐怖感と。ここ1年で一番ハードな日でした。いやでもここまでそのハードな一日を続けられる環境が多分どこよりも整ってると思うので、でも最高な、ま、幕開けじゃない、まあ、悔しい思いもあったけど、まあ、これから頑張ろうってより一層思えた日でもあるし、余計ヒントンさん好きになりました。あ、なんかもうセレモニーが昨日だったようなぐらい長く感じました一日が。めっ
っちゃきつかったです。なんかもう楽しいです。これ3年間続くの？3年後の自分が楽しみですね。どうですか、覚えてますか、この青年。ファイナルオーディションで4ジャンル一つも踊れなかった不思議ダンサー杉。でもなぜ彼は合格、そして入学できたのでしょうか。決意を改め固める日かなと。その謎、詳しくは次回。続きング。